こういった訓練はどんどん充実させていってほしいものです。どうも、ひいずる国 TV のお時間です。他人がやれば不倫、自分がやればロマンスという例えは、お隣の親分さんにとってもやっぱ同じなんですね。先日行われた陸上自衛隊水陸機動団とフランス陸軍米海兵隊との合同訓練に、その親分さんが気が気でならないようです。最後のネット上の声と合わせてご覧くださいませ。香港メディアの亜洲週刊は28日、日本軍が台湾救援の市街戦を演習と題する記事を発表した。陸上自衛隊が鹿児島県の霧島演習場で15日に実施したフランス陸軍米海兵隊との共同訓練を、中国による台湾への武力侵攻を念頭に置いたものと評した。記事は演習の状況を、土砂降りの雨と稲妻と雷鳴の中を、日米仏の上陸部隊が揚陸艦や輸送機からの投下により敵側に占領されている想定の霧島演習場に到着、3カ国陸戦部隊は混合編成の方式で、まず敵側に占領された空港を奪回、後続の支援制空権を確保した後に、島嶼部に想定された演習場に設けられた高所を制圧し、続けて都市部に見立てた街路で市街戦を展開し、最終的に勝利を収めたと説明した。記事は、前日の14日に実施された海上での演習には、オーストラリア海軍も含め、4カ国の部隊が参加したと紹介した上で、4カ国の合同海上軍事演習に、フランスが初めて参加し、東シナ海を場所に選んだことは、他国連合と中国海軍への牽制、自由で開かれたインド太平洋戦略の実施というシグナルを発したものと評した。また、中国軍に侵攻された場合の台湾救援を念頭に置いたと断じた理由については、従来の魚釣島、尖閣諸島奪回の実戦演習という目的を明らかに超越している。なぜなら、魚釣島には飛行場も都市もないからだと説明した。なお、同記事は、尖閣諸島を示す言葉として、中国側通称の魚釣島を用い、初出の場所だけ尖閣諸島を併記した。記事は、さらに、日本では、台湾海峡問題の重視が強まっていると指摘。岸信夫防衛相が、亜洲週刊に対して、台湾は、日本にとって、基本的価値観を同じくする重要なパートナーだ。緊密な経済関係と人の往来がある、極めて重要なパートナーであり、重要な友人でもあると語ったこともあると紹介した。記事は、日本政府は、台湾海峡で突発事態が発生した場合の自衛隊活動の関連法案についての議論を始めたと指摘した上で、日米豪仏が島嶼部上陸の実戦演習をしたことは、台湾海峡有事の際に展開する具体的軍事支援の一つの方式とみなされていると論じた。との内容です。先日話題となった日米仏の共同訓練の内容が明らかになりましたが、有事を見据えたかなり実践的なものだったようですね。それほど衝突の危機が高まっているということでしょう。ちなみに今月13日付の中国共産党機関紙人民日報系の環球時報は、この3カ国での共同訓練に対して意外で異例と指摘したようです。ようやく自分たちが世界を敵に回していると気づいたんでしょうか。また記事の中では軍事専門家の分析も紹介されており、それによると中国人民解放軍は台湾に上陸後必ず市街戦を行うが、この訓練は米軍などが先に上陸して台湾軍を支援する可能性があることを意味すると警戒心をあらわにしているようです。やはり今までのような飛行場も都市もない島での訓練ではなく、市街戦を想定した訓練が行われたことには意義があったと思いますね。しかも3カ国で中国に対して明確なメッセージを送ることができたことも大きな成果と言えるでしょう。さらに中国外務省の華春瑩報道局長も13日の記者会見で、共同訓練は
中国に全く影響がないため、参加国が自国民の利益のために時間や資源をもっと使うよう希望すると余裕を見せていたようですが、内心焦ってるんじゃないでしょうか。動揺している中国にその言葉をそっくりそのまま返してあげたいです。とは言っても、中国側も去年に台湾を意識した紫外線演習を行っていますからね。まず2020年9月に台湾海峡を管轄する中国軍の東部戦区が紫外線を想定して行った演習の動画を公開しています。この紫外線演習は台湾に向き合う福建省に基地がある第73集団軍が遂行したようですが、その舞台となった市街地には台湾で使われる反時体の漢字の看板が並んでいたことから、明らかに台湾への上陸戦、制圧戦を想定した演習だったんです。またその約3ヶ月後の12月にも、中国軍は台湾との市街戦を想定した模擬訓練を行っており、この訓練では台湾の都市や県の複雑な地形で戦えるように設計された96A型主力戦車と04型歩兵戦闘車が投入されたようです。戦車まで投入したとなると、かなり紫外線に力を入れていることがわかりますよね。しかも中国中央テレビはこの訓練について、機械化装甲歩兵旅団の兵士が伝統的な山岳戦の訓練で残った悪い癖をなくすことを目的にして行われたと報じていて、中国軍が台湾との市街戦に備えて兵を増強していることも伺えます。このような中国の勢いに対応するためにも、日本としては各国との訓練を常態化して連携を強化する必要がありそうですね。あ、それはそうと、最近あまり喉の調子が良くない時が多く、もしかするとその日によっては女性の読み上げのみで動画アップするかもしれません。その時はぜひともご容赦お願いいたします。まあ、おっさんの声にうんざりって人も多いと思いますけどね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。日本軍ではなく自衛隊だ。自衛隊は憲法で国外戦争を禁止されているから台湾を想定していない。中国が挑発を止めない限り、いずれは憲法改正へと流れが変わる。集団的自衛権の拡大解釈で同盟国への参戦規定ができたら、中国韓国は発狂するだろう。もちろんその過程で台湾を国家として承認し、同盟国として安全保障条約を結ぶことになる。沖縄が心配、左派勢力が跋扈しているし、知事が左寄り。台湾有事があると沖縄も内部から中国に呼応しかねない。ここには自衛隊を入れることになるだろう。海軍だけでなくフランス陸軍が参加してるとなると、中国本土を想定したものかもしれない。戦争が始まれば、中国は独立運動と弾圧された宗教団体、民主団体が放棄。内乱状態を収めるにはどうしても陸軍が必要。弾圧されてきた憎しみは容易に収まることはない。一番怖いのは日本の反日勢力と一部の左派。以上、日本国内の反対勢力を抑え込む作戦、訓練も必要ですね。